気持ちが揺れたのは、それ問題、それが問題、ごく自然なことなのさ。分かってたつもり、君からのさよならは今頃になってなぜ胸を焦がす。不甲斐ない僕に捧げてきた君の時間は取り戻せたかい。置きっぱなしの傘、あの時の忘れ物だけど、君が部屋のドア叩くことはない。すれ違った後立ち止まらない。どこかでもし出会っても、幸せ祈るだけで振り向かない。君を見つめない。確かに歩き出すよ。